今瀬戸どこにいるかっていうとタイのバンコクにいます。バンコクのナナプラザ、ナナってあると思うんですけどね、ナナプラザに今来てるところです。今ナナプラザの中入ってるんですけどね、あこんな感じで今飲み屋がかなりあります。飲み屋がねすごいですね。ここのところゴーゴーバーがいっぱいあるんですけど、まあ、こんな感じで女の子たちが手招きしてるんですけどね、まあ、これ日本人ですかね、あと、まあ、いろんな外国人がいて、まあ、入ってます。バンコクビジネス、例えばこちらのお店とかね、サッカー、ここは普通のバーかな。あでもその中入ってくるあれですね。で、まあ、普通にこういう風にバー見たくなってるんでここで飲むだけでもいいですし、そっちの中入ってね、ウェルカムようこそなってるんで 100% ベイレディスオンリーということで、レディボーイはいないってことですね。その中に、結構ね、あ、ゴーゴーバーなってるんで女の子踊ってる感じです。でこちらの店もね結構ありますね。そういうカウボーイとかパッポンにもねゴーゴーバーってあるんですけど、ここもねやつと知れた、ゴーゴーバーがあるところでございます。ただこの辺り周辺7ホテルって有名なんですよ。7ホテル取って、連れ込んでる方々結構見かけるわけですよね。私は決して女の子を、まあ、連れ込むってことはしないんですけどね、まあ面白いですね、こういうとこあります。まあ、見るだけなら全然大丈夫ですね。エイズ患者がかなり多いんで、100万人ぐらいいます。なのでちょっと、ね、そこだけは心配、それがなければ、まあ、そんなにいいかなと思っちゃうんですけど、まあ、そういうのがあるとなかなかちょっと手出せないかなって。100人に100万人いったら60人1人ですからね。で大体そういうエイズ患者の人々、性風俗に従事している人々がほとんどなので、まあ、そう考えるとちょっと怖いかなって感じするんですよね。つけるものは絶対つけた方がいいかなと思います。でも、まあ、面白いですね。こんな感じで賑やかなところなんで、ね、かなりいい感じです。